島根県大田市の三別荘。王将のタイトル初防衛か、タイトル通算100期か。2勝2敗のタイとなり、ますます注目を集める王将戦七番勝負の第5局。これまで先手番が勝利を収め、今回の先手は藤井聡太五冠。藤井五冠が飛車先の歩を前に進めると、羽生善治九段は角の道を開ける一手。シリーズ中さまざまな戦法で注目を集める羽生九段。今回の戦型は最近の快進撃を支えてきた横歩取りでした。早い段階から大駒を交換する激しい展開となり、1日目は藤井五冠が王手をかけた緊迫の局面で封じ手に。封じ手は5三同玉です。昨日迎えた2日目は羽生九段の封じ手が開かれました。大駒を駆使した迫力のある藤井五冠の攻めを羽生九段が受ける形で進み、終盤羽生九段にも逆転のチャンスが訪れますが、ギリギリのところでかわし、101手で藤井五冠が勝利しました。玉がかなり、まあ、危険な形になってしまったので、はい、もうよくなかったかなと思ってます。まあ、玉の精一杯頑張りたいと思います。いや、ちょっと対応が誤るともうなんか一気に終わってしまいそうな局面がずっと続いてたんで、はい、なあ、まとめづらい将棋かなとはずっと思ってました。で、しっかり調整して、まあ、いい将棋させるようにこれでシリーズ3勝2敗と初防衛に王手。ちなみに先手番ではこれで27連勝です。